ナギーブ・サウィリスナギーブ・サウィリスは、エジプトの実業家、政治家である。日本メディアなどでは、ナギーブ・サウィリス、ナギーブ・サウィリスとも表記される。現在は、自身が新設した、オラスコム・テレコム・メディア・テクノロジーという、携帯電話通信系持ち株会社の会長を務める。また、2011年4月3日に発足した自由、エジプト人等の創設者でもある。父は、 コプトキリスト教徒の恩師サウィーリス。建設会社を母体にオラスコムグループはエジプト最大の民間企業グループとして成長を果たした。長男であるナギーブはオラスコムテレコムの会長を務めた。次男サミーフ・サウィーリスはオラスコム開発会社の三男ナンアーセフ・サウィーリスはオラスコム建設のそれぞれトップを務めてきた。2010年。 カイロのマハムード・ハリール美術館から、ゴッホの絵画、ポピー・フラワーズが盗まれた際には、情報提供者に、懸賞金100万エジプトポンドを支払うことを決めた。かつての金賞日や朝制宅と会見するなど、北朝鮮の最高指導部と関係を持ち、クーリアリンクやピョンヤンのユギョンホテルへの投資でも知られた。エジプト有力紙、アルマスリアルイコールヨームの出資者の一人であり、 衛星テレビチャンネル、オットーブ及びアンティビの創設者でもある。ありがとうございます。